もう食べたくて手合わせちゃった。はい、おはようございます、みさぺこです。今日はご飯食べたら雑談ランタン動画です。イエーイ。まあ昨日の夕飯の残り物なんですけど、私が食べる量が激減したので、家族もどのくらいの量を作っていいかわからないので、いつも残してしまうので、私のせいで申し訳ない。なので今日は責任持って自分が食べようと思って、でも無理して食べれないから残すかもねっていうだけはちょっと言ってきた。ただ最近食トレをやってて、その吐かないで食べるようにしてるんだよね。だから食トレをしてるので、それも兼ねて今日はこのご飯たちを食べていきたいと思います。まずはサラダ、インザシーザードレッシング、ハンバーグ、インザオンザか、入ってないわ、オンザだ、オンザおろしドレッシング、お米、オンザ高菜炒めです。ということでいただきます。で、飲み物は普通にルイボスティーを冷やしてきました。さ、この間さ、コロナいい加減にしてっていう動画出したと思うんだけどさ、また猛威振るってんね。今は7月の22日。こっちでも過去最多を記録したよ。なんか1000人超えるとビビるんだよね、田舎だから。で、その、コロナが身近になったなって思ったきっかけとしては、ちょっと一旦メール確認させて。その、コロナを身近に感じるようになったきっかけとしては、私、今ちょっと自宅待機中なんですね。私がかかったとか、周りの人がからかったとか、そういう話じゃないんだけど、職場の近くの席の人が、濃厚接触者になって、で、濃厚接触者の濃厚接触者だから、PCR 検査してくださいって言って、会社から PCR キットをもらえるんだよね。うん。だからその PCR キットをもらって、昨日検体を送ったわけよ。で、今日到着してるから、早かったら今日結果が出ますって言われて出てて、で、まあ、昨日がその、濃厚接触者の濃厚接触者ですって分かったのが、12時半ぐらいだったのね。私、お昼休憩が昨日11時からだったんだけど、ちょっと食べさせて。11時からだったんだけど、お昼休憩終わって戻ってきて、その、私、オペレーターしてるんだけど、今ちょっといろいろお仕事を任せていただいてるので、他の業務をしてたのね。あともうちょっとで終わる、ふふふんって思ってたんだけど、そのタイミングで課長に呼び出されて、もう、薄々感づいてるわけよ。その、近くの席の人がさ、その日のうちに、その日の朝一に、その、早退してったのね。来ても、じゃあ、修行して、10分くらいで帰ったの。理由も聞いてて、私。体調悪いって言ってて、みたいな。家族が体調悪いって言ってて、みたいな。もう詳しく聞いてたから、もしかしてって思ってたから、全然なんかいいんだけど、なんか、で、課長に呼び出された時に、え、なんか持ってったがいいですみたいな。え、なんか持ってったがいいみたいな。なんかタオルとかティッシュとかあるといいかもしれないって言われて、マジでハンカチで足りるみたいな感じで話してて。もうさ、もう分かってるから私も内容が。分かってるからもうそんな対応しかできないよね。で、なんか、検査キット渡されて、なんか、まあ、濃厚接触者が出たので、その、何?用心として、みさぺこさんも、その、PCR 検査キットをお渡しするので、PCR 受けていただいて、その陰性が確認できたら、来週から出勤してくださいって言われてるわけよ。でも実質よ、濃厚接触者ってそこまで、だと思うのね。実質他人だと思うんだけど、
万が一ってことあるじゃん。もしかしたらその濃厚接触者の人が菌保有者だったら場合移ってるわけだから、うちの会社もさ、パーテーションで仕切ったりね、全員マスクして業務したりとかして対策はしてるけど、距離をとってね、それでもまあかかるときはかかるよ、もうこんだけ感染拡大してたらと思って、なんか今までギリギリで回避してたの。なんか私の隣の席の人までは対象だけどとか、私の後ろの席の人までは対象だけど私は対象じゃないですっていうエリアにいたからギリギリ回避してたんだけど、まあまあまあ、今回初めて PCR キット持って帰って PCR 検査をしましたよ。あの、私がさ、こう食べながら話す話じゃないと思うんだけど、私がもらった PCR キットが、その、唾液採取タイプの PCR キットなのね。私ほら、今までさ、唾液採取型の PCR って、あの、無料 PCR 検査所のやつしかしたことないから、あ、サラダ食べ終わりました。その、無料 PCR 検査所の PCR 検査でしかしたことないから、よ、あれなんだけど、あのね、無料 PCR 検査所のね、検体はね、そんなにね、あの、唾液いっぱい取らなきゃいけないなっていうふうに思わなかったの。思わなかったんだけど、今回、その、会社からもらった PCR キット、めちゃめちゃ唾液集めなくちゃいけなくて、あの、ありったけの夢じゃなくて、ありったけの唾液集め、かき集め、探し物探しに行くのさ、ワンピースっていう気分だったのね。私はありったけの夢を集めていきたいわ。そう、でも、すごくさ、この喉、この喉を揉むと、すごい唾液が出やすくなるんだけど、今もちょっと揉んじゃったから今すごい唾液が口の中いっぱいなんだよ。唾液が出やすくなるんだけど、とか口の中ね、あの、口の中、あの、唾液が出る線があるから、そこをマッサージしてあげたりとか、すると唾液出やすくなるから、もうそれを駆使して、メモリここまで入れてくださいっていうのがあるから、こうなんかそのメモリまで唾液を集めたんだけど、マジかかったよ、10分ぐらいかかったマジで。いや、なんか分かんなかったの、その仕方が、これを刺してその後不活化剤を入れてみたいな、不活化するためのその薬剤があるんだけど、その薬剤を入れてとか書いてあるんだけど、全然わかんなくて、なんかもっと詳しく説明聞いてから帰ってくればよかったと思って、なんで説明書の中に入ってるんでそれ見ればわかりますとか絶対言うじゃんと思って、マジでブチ切れながら家のさ台所でさブチ切れながらさ、あの検体取ったよね。ではなんかそれでなんか三重放送しなくちゃいけなかったの。まあほら、一本じゃん。で、こうなんかザラザラのやつでくるんで、その後ビニール袋、そのプチプチがついてる梱包材に入れてっていう三重巻きしなきゃいけなかったからさ、もうそれもめんどくさくて、私梱包っていう作業がほんと向いてないんだよ。だから、それにイライラして。で、郵便局に持って、ゆうパックで送るようにさ、指示されてたから、郵便局に持って行ったわけよ。そしたら、郵便局の人も、やっぱさ、物が物だからさ、こう、恐る恐る扱うじゃん。触ったことで映りはしないんだけどさ、映りはしないと思うよ。ね？思うけど、気分的に嫌じゃん。でこの中にもしかしたら妖精のものが入ってるかもしれないって思いながらさ、するじゃんね。わかるわ。私もほら医療事務とか持ってたから、検体扱うのとかちょっと気が引ける時とかあったもんね、気分によっては。うん、皆さんお気づきだろうか、ハンバーグ1個残すぜ。今日は無理だった、さすがに全部食べるはまだ無理だった。お腹いっぱい大満足って感じ。でまい。ただもうそろそろコロナを帰っていただいて大丈夫ですよ。そうですね。お帰りの期間は
まあ夏の間はまあ許しましょう。夏を満喫していただいたらもうお帰りいただいて大丈夫なので、あの地球外の、場所で活躍していただいて結構でございますので、あのもう地球というところで存在しないことはちょっと難しいかもしれませんが、ちょっとあのご遠慮いただくという形でいかがなもんでございましょうかねって感じでございますかね。はい、というわけでごちそうさまでした。あー、お腹いっぱい食べすぎた。うん、さて本日の予定は、動画あと3本撮んだって。今日まだ3本目なんだ。え、私予定ではこの時間で撮影終了なんだが、あの全然何やってもうまくいかないってことで今日はこの動画はこのくらいにしたいと思います。残しちゃったハンバーグは夕飯で食べます。はい、ということで本日の動画はここまで。いかがだったでしょうか。雑談に付き合ってくれてありがとう。ということで、みそぺこでした。またねー。